どうぞ。もうええて。お座りください。もうええて。こんにちは。誰がこれ企画した今回。ちょっと気まずい空間なんですが。いろいろ。ちょっとそれ失礼ですよ、俺ら。君らって言ってないけど。いや、もう言ってましたよ。言ってないよ、君ら。俺ら気まずくないんで、全然。あ、気まずくない。はい。シャツがまずさ。ちょっとなんでペアルクなんですか。そうなんだけど。なんで？いや、で、あと席がさ。席は合ってるでしょ。いや、合ってないでしょ。できたんですか、そこ。合ってるでしょ。翔平丸カップル。翔平丸。これ、いや、あとさ、これ何ですか。あれですね。はい。91年会あるじゃないですか、91回。赤井さんしたやつ。残ってるよ。91残ってるよ。ちょっと待ってよ。オッケー。ギリ入ってない。誰が顔で誰が座高高くて顔長すぎじゃん。91階なに？91階でポップアップしたいんですよ。そしたら、やれないみたいな感じなんですよ。なんかどっかの国が、日本の一番端から来る。はいはいはい。あれの交通費のおかげで、利益が相殺されます。それすぐお金ってなるから、このおじさんは。お前もこのおじさんはすぐお金だったから。男、膝をかけて、本当に。なんすか？さらに、ほら、カットして、8人分にカットして、それ。ポップアップやりたいって言ってるだけですから、こっちは。奈々ちゃんはどうすればいいって顔してんだけど、大丈夫？まあでも、ブチャ、もう、ブチャ、ここ元カノっしょ、今カノなんで、うち。かけるーの、かけるーの今カノやってますんで。俺の今カノなんですか？そう、かけるもずっとそっちのことばっか見てないで、うち見ろしな。どんな方？小野スヌーピー陽子です。そういうことなんですよ。どういうことだ。こいつらええ言ってる。じゃあ91回を やりました。僕はやりません、うん、で、ポップアップしたいっていう軍団ってことでいいんですか。で、沖縄が遠いとか言うから、はい、でも東京いるやつで呼びねって。僕たちはね、あんまりイベントとか、まあ、できてなかったんです、今まで。ずっとかけ丸として活動してて、はい、で、まあ、せっかくこういう機会があるんで、そのファンの方と会う機会あんまりないんで、会いたいんですよ、いつも応援してくれてる人たち。いや、でもその異質のファンがこっちに入ってくる恐れがあるけど。いや、それはそれありがたいです。お前、計算できてるじゃん。新たなファン総合じゃない。でも、おっさんとか変なタグが来るかもしれない。そんなおっさん来んの？全然ね。大丈夫？ここだけをまともになんか YouTuber として成り立ってるの。どっちの話？こっちの話？いや違う、こっち、君はこっちのタグだから、もう、はい、もう大丈夫？このメンツ。いいじゃないですか、カップルチャンネルと。あ、分かれてます。あ、気まずい。分かれてます。うちのチャンネル。思うのが、かけまるはすごい、俺の中でかけまるはすごいですよね。翔平もわかる、リズム。確かに、リズムもその中で1位ですね。1位だし、そうだな、わかった。いや、違う、なんでいるこのメンツに。あ、おい、黙って聞いてるわよ。宮丸中さん、宮三角、宮四角、知らんけ、宮凸、宮矢印、宮ストップ、宮ゴー、分からんけどよ。よく考えてみてくださいよ。今まで、アザスと一緒に那須さんのところに行って、
しくお願いしますと。もう今はね、もう YouTuber としての選択肢いますけど、ミナーズとしては僕たちのもう早くこう歴史を知ってますから、そして九一を集まろうよって言ったのはもう他でもない小野スヌーピー陽子、そしてポップアップもよ、男子男子男子女子誰がさなあちゃんの気持ちをさ救ってあげるわけ、陽子でしょ陽子しかおらんし、陽子しかいないな。だから今回ロンゲ枠としてどうかお願いしますお願いします本当にどうかお願い、冗談じゃないないわ東京さんで選んでくその時が分かってますよ、うすうす分かってますよね、はい、よし、分かってますわ。かけまるがおるってことはですよ、はい、いろんなね、はい、観点で言うとすごいイベントにはなると思うんだけど、あのヤフーニュースいつも乗るから悪い意味ですね、悪い意味で、でもなんかより戻るかより戻らんかなんか匂わしてきてこっちをワクワクさせやんって思う、それは分かんないですよ、ね、誰が未来決めれるんですかその今が大事ですもんね。ようこちょっとこのおじさんおかしいわ。ちょっとさ、内藤さんだか炎上君だか知らないけどさ、ねえ内藤君さ、内藤君もポップアップさせてよ僕たちに。いやもうセブンかけまるウィズエス君。おわ。あ降りた。だってもうかけまるファンが来るじゃないですか。翔平くんだってなるやん、ね、まあ宮丸さんは今回のポップアップの話題じゃないですか、まあ、僕はまあ裏方ですから言うてみたいな、ガチじゃないですか、ガチダーレーレーダーレガチレーダーじゃないですか、僕やばいじゃないですか、悪の帝王ガチレーダーじゃないですか。いやでも、もう本当に実現してほしいです、はい、もうあのなんか嫌がって対決とかしようかなって思ったんですけどやる必要ないですね、こんだけ熱量あればパパですもん、 PCAP って言われてます、ペパインパコペのやつ違います、パパ&お父さん、子供だけ、子供だけ、子供だけ、やばいやばいやばい、なんちゃんおるんだ、喋らせてあげてよ、お前はいいのよ、もうなあちゃん、コウジロにマジ怖がってる、なあちゃん、人見知りなんで喋れないですよ、これ的に、なあちゃん、プニプニツンツン、なあちゃん、見てあげて、シュコシュコやだよくない、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 やっぱやめるわ、これやっぱ、今日で NG、今日で NG、 ダメだ、これ絶対なあちゃんいるとテンション5倍上がっちゃいますやりましょう、6月かな、6月ぐらいがいいと思うんで、いいイベントしようよイベント名どうするんですか、イベント名、パイパイの間にパンパンパンなんだそのピーばっかりね、怖いねぽよよん、来場者はぽよよん限定にします、はい、ポヨヨン限定ですよ、お願いしますね、皆さんパニパニ登録のよろしくお願いします、今回ばかりは混んだろうなこのイベント、皆さん週1回のポップアップ忘れてですか、工場の服一番売れてる、あの時リナーズが爆伸びした時だったよね、この人今 TikTok で800-300しか回ってないんだよインフルエンサーで300ってどういう意味だよ、その辺のアリを流しといた方が多分回る再生数今のやつやればいいですよ、今のか勉強になる勉強になる今ので今でいいんですよ、いやだけどこの人にインフルエンス能力が今ゼロなんですよ、だから一般人と変わんないんですよ、この人 P 入ってますけどね今 P に弱いんでポップアップが2個入ってるんですか、ポップアップ、ごめんなさい、2個やろ、もう帰ってきたもん、俺なあちゃん顔がしわくちゃになるよ、面白い面白い、ハマってんじゃない、なあちゃんこういうの好きなんですか、しわくちゃにギューって
今週ハマってるぞ。これは面白いイベントだな。もう TikTok ぶん回してください。今回のイベントのために、はい、赤金商店っていうのをやりだしたんで、この人。そうなんですよ。もう会社員じゃなくなっちゃったんで、彼パパになって社員になりました。アホなんですね。パパになってフリーターになりました、ね。先日あの会社の保険証を返却しました、現在医療費が10割負担です。笑っちゃいけない。10割負担ですね。じゃあ6月のイベントしますんで、よろしくお願いします。ポップアップね。何するんですか。チェキでしょうね、このメンツやったら。まあ今回はお姫様で、ね、確かにね。チェキのプロよ。チェキのプロがおる、はい、それはもう俺取りに行ってるっすからね。翔平くん、この前イベント終わりに来てくれたんですよ。で、なんか2人でイチャイチャしながらチェキ取って、おい、妨害やないかい。あのチャンネルそういうこと言ったらさ、俺あんな感じでヤフーニュース乗りたくないよ、マジで。これ、どうしたん、それ渡したやつやめてもらっていい。なマーちゃんに来てほしかった。いや、もうめっちゃ可愛いけど、ペアルクで、ペアルクで、可愛いっすね。これで、ああ俺らないっすね、ヨコと俺の。ないよ、作ってよ。ヨコと俺のらないよ。お手製のラグジュアリー、多分ランジェリーやね。その表情するんだったらここでやってくれよ。カメラはこっちなんじゃん、お前。